はい、今回もワールドウォー2チームデスマッチ USS テキサスでやっていきます。これ多分途中参加だね。Advance and take position. まだ始まったばっかで劣勢気味。ここは Move out and take position. Hostiles inbound. 米軍戦艦みたいなマップ。オッケー。で、またね、百式を使ってるんだけど、ここね、すんげえね、裏取られやすい。あ、またいた。おお まだ変わんない。まだいるよ、そこ。あ、あんな奥にいる。え、この高さ足首くじくか。とりあえず攻めないと。あ、横かーい。このマップはね、攻め入られるときつい。もうどんどん攻めてきてるもん。ダメだな、リスポンが変わってくんない。ここをどんどん攻めて、そう、この辺にいてもね、敵はね、普通に湧くからね。 OK。 今後ろから仲間か。リスポン変わるか、これ。違うやつから撃たれてる。8ポイント差か。あん中がきついな。とつるか。あ、仲間とつってる。いない。あ、いない。いないぞ。降りるか。ゲイ。偵察機。あ、ポイント差が開いてる。ほい、下か。よっしゃ、安定するね、百式。ゲイ。一旦偵察機を。今角マガで45発になってるけど、百式でも敵2人倒すのにちょうどワンマグ使い切るぐらいだからね、威力が低いんだよね。その代わりの安定性だけど。はい、
ケー。これまだいるんじゃね？こっちか。あかん、しゃがめなかった。待って、なんで敵がいるの。ほい、スナイパー、これ呼ぶか。OK、偵察機破壊。うん、これは負け。もう一戦行ってみるか。はい、それでは2戦目やっていきます。フラッグタワーでマップで、もう一回百式で。で、とは言っても1戦目から実は数日経ってて、今プレステージ1周目の28。1周目の人がぼちぼち増えてきて、ごく稀に2周目の人も見るって感じ。聞いた話によるとね、すでにプレステプレマスの人がねいるらしくてね、そのプレマスの人が出たから全てのプレステージアイコンが判明したとか。早すぎね、さすがに。なんか絶対ね、寝ずにやってるよね。身の危険があるよね。ショットガン越え、逃げる。ショットガン越え。もしもし、ここはねリスポーン地点が広いんで、こんな風にね行ったりね来たりするのがすごい強いです、この辺を。そっちか、仲間が左に行ってるから任せよう。やられたか。おお、やられた。じゃあフリッツ X。 あー、これは無理だ。しかも今の建物の天井か。戦闘機乗り、もう一人無理。ほい、オッケー、オッケー、痛い。反射でよかった。おお、え、の焼夷弾さ、弱体化されたとは聞いたけど、されてんの本当に。なんか強くなった気がするんだけど、むしろ。でリスポーンが変わってもね、ここは右側から攻めるのが強い。誰も来てないね。おっと、あ、リスポーン変わったな。で、引いて引いて引いて、引けない。仲間のグレネードでこんなに、ここまで視界がぼやけただろうか。すんげえね、仲間の影響をすげえ受けてる気がするんだけど。2人いるですと。7ポイント差か。おい、
まあいたよな。さてもう一回こっち行ってみるか。あーショットか。燃えやすい格好してんもん、しかもこれ山岳だから。ほい、マジで。なんかすごいね、ストリーグの名前に違和感があるんだけど、これはね AW でいうボーミングランだ。いないんだけど敵。これリスポーンだったよな今の敵の。あーだよね、突然やってくるもん。やべ負けてる。あれショットガンだ。あーこっちもショットガン。どうして。おい。はい。あーきついな。あ当たってないか。OK。これ下来そう。OK。ああ負けちゃうね。負けちゃうね。あー負けた。これどっちも負けてない。ショットガン怖えな。まあ負け試合続きだけど、百式はね十分強いんでね、山岳とか空挺と組み合わせて使ってみたらなおいい。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。